今日はこれまでにたくさん説明してきた指板の音を覚える方法、あと独譜に強くなる方法ですね、なんかとかの話をしつつ、一個だけ独譜問題を取り上げて、解説、練習していこうかなと思っております。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。今日もどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょうどですね、動画シリーズアップされているものとしてはですね、前回、ちょうど基礎練習を発展して、コード譜で弾けれるような方法というふうなものを、まあ、レンチャンでこう説明している段階だったと思います。基礎練習っていうのもね、世の中いっぱいあると思うんですけど、まあそれでもね、特に僕が考えた、とあるコードにのっとった、基礎練習、森田、通称森田式という基礎練習ですね。まあ、何のひねりもなくてそのままなんですけどね、僕森田なんでね、森田が作った、基礎練習の方法ということで、森田式の、基礎練習の方法を取り上げて、具体的にコード進行も取り上げて練習していく方法などについて、説明をしてきました。で、ちょうどそのシリーズ、本当は3回連チャンで続けようと思うという風な話だったと思うんですけど、ちょうどね、今2回終わったところで、1回ちょっとここで1回切って、今日はちょっと違う話をしようかなというふうに思っております。まあ、基礎練習ということでね、いろんなことを、まあ、取り上げてるんですけども、やっぱりレベルがある程度一定数高いというのは、もう、まあ、間違いないと思うんですよね。なので、やっぱりちょっとね、ここで、久々に、まあ、まあ、独譜練習をしながら、その前の動画なんかを振り返って、まあ、その音を覚えていく方法みたいなのをどんな感じでやってましたよ、みたいな話もしつつ、まあ、もしよかったら見ていただけると、まあ、習得しやすいんじゃないかな、みたいな紹介もしつつ、話を進めていこうと思います。そして、後半部分では具体的に、リーディングエクササイズというものを今までこう何個かやってるんですけども、そのリーディングエクササイズのやつは上に上げときますね。リーディングエクササイズっていうものをいくつか上げてるんですけども、やっぱその音を覚えていく上で、まあどういうふうな感じでやっていったらいいのかっていうのも、ちょっとね、今回のリーディングエクササイズ、僕が作ったものなんですけども、そのどういう意図を持って作ったのか、で、どういうふうな感じで練習していくと良くなっていくのかっていうポイントも少し話しつつ、そして最後にそのものを具体的にまあ一つか二つかのリズムで、テンポで、実際弾いてみて終わりにしようかなと思います。まあ、そんな感じでね、このチャンネルはベースにまつわるすごく深くて濃い話をたくさんしています。で、深くて濃いから難しいというだけではなくてですね、もちろん難しい話もいっぱいしてるんですけど、それだけじゃなくて、始めたばっかの方でも、確実に習得できるような小さなステップをたくさん作って、挫折しにくいようなね、練習が楽しいと思っていただけれるような中身をたくさん取り上げているチャンネルです。なので、もしね、今日初めて、なんかの検索ね、来られた方とかいらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、いつも見ていただいている方も本当にありがとうございます。昨日はね、初めての生配信ということでやったと思うんですけど、収録時にはね、まだ生配信やってないんで、ね、どんな感じになったかっていうのはわからないのでね、ちょっとね、うまいこと言ってることをね、祈りますけども、そんな感じでね、毎日見ていただいている方も本当に、毎日というか毎回見ていただいている方も本当にありがとうございます。ね、今日もね、いろいろ、お役に立てれる話を、たくさんしていこうかと思いますので、もし役に立ったとか、ためになったとか、少しでも思っていただけた方、もしくは、森田頑張れと応援していただける方、なりつつグッドボタンも合わせてよろしくお願いいたします。そんな感じで、本編に行ってみたいなと思います。今日はいろいろ説明をまず、具体的にしながらという感じでやっていこうかと思います。では、どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからは、楽器を持ってやっていこうと思うんですけども、まあ、久々のジャズベースですね。やっぱ、いい音がしてて、すごく弾きやすくていいですね。やっぱ、ちょっとね、今、梅雨時期になったんですけども、ホデラとかに比べるとね、ホデラでも動く、ネックが動く、この、メープルシバンのは結構動くんですけど、こっちの方ね、こっちの、ローズシバンの方はね、あまり動かないんですけど、これもね、あんまり動かないんですよね、ネックが。なので、まあ、調整する必要がなくてね、非常にありがたいなと思ってます。特にこれは、トラスロットがね、ここに入っているので、ネック外さないと調整できないのでね、結構ホデラに比べると、ネック調整がめんどくさいのでね、動かなくてすごくありがたいなと思ってて、しかもいい音なのでね、気に入ってます。1974年製のジャズベースですね。まあ、そんな感じで行ってみたいなと思います。まずはですね、今日は具体的にリーディングエクササイズというものを出して、ポイントなんかも説明していこうと思うんですけど、まあその前にですね、ちょっと話したいなと思うことがありましてですね、今日のこのリーディングエクササイズっていうのは、シャープ2の4というものをやろうと思います。で、シャープ2の4というものっていうのは何かと言いますと、
これまでにそのシャープ1、リーディングエクササイズシャープ1という風なものを6個取り上げてます。で、動画では多分6個全部は取り上げてないんですけど、下のね、ノートというところから、この今日出てくる譜面とかを販売してるんですけども、その、ものの中には、シャープ1の中には6種類のリーディングエクササイズが入っております。そして今回はそのシャープ2ということで、ちょっと難易度を上げた感じのものの、4個目というふうなことをやっていこうかと思います。で、これも動画の中では一部抜粋して取り上げているものもありますし、取り上げてないものもあるので、6個6個ということで、1個いくらやったか忘れましたけど、もうほんと安い値段だったと思います。200円とかだったと思うんですけど、それもね、下の、今日も、下の説明欄のところに、外部リンクのノートというふうな、サイトの URL を貼っておきます。で、そこから、飛んでいただくと、まあ、その、リーディングする、その、変音記号を読んでいく価値だったりとかって僕が考えていることを、ブログ形式みたいな感じで書いてますので、そこは無料で読めるので、もしよかったら読んでみてください。その時の、まあ、今も思いは変わんないんですけども、その時に思うことをね、バーッと書いたので、読んでみてください。そしてもしよかったなと思っていただいた方はね、今日の分に関しては見やすく出すんで、まあ、買っていただけなくてもなんとかなると思うんですけど、動画で取り上げてないものとかもね、ありますし、まあ、実際 PDF なのでね、プリントアウトしてもらうともっと見やすいと思いますし、動画内とかだけじゃなくてですね、今日は具体的にクリック、メトロノームを使って練習していくんですけども、動画内だけだとね、1個か2個のテンポしか取り上げないので、できればね、クリックでご自身で練習しててもらうと価値があると思いますので、もしよかったらね、PDF も お安くなってますので、ぜひ手に取って、練習にお役立てください。でですね、その実際リーディングエクササイズということで後から出すんですけども、その時のポイントとかっていうのも話するんですけど、やっぱりですね、そのシャープ1にしても、シャープ今回の2にしてもですね、非常に簡単にはしているんですけども、だけどやっぱりその変音記号をまず読み始めるという人っていうのは、やっぱりそういう人にとってはやっぱ難しいと思うんですよね。リズムも非常に簡単なものをえりすぐってやってるんですけども、なのでまず、そのよくね、僕が今までやってたものっていうのは、音を覚えるシリーズということで、ちょっとこれ上上げときますね。リストで作ってます。最初は、タブ譜がなんちゃらかんやらとか、タブ譜よりもちゃんとコード譜とか変音記号で読めた方がいいよっていう風なね、うんちくじゃないですけど、こうね、そういう話をしてます。思うようですね。なんですけども、その後具体的にいくつかにわたって、例えばそのここら辺のね、まず全部いきなり覚えようっても難しいので、例えば開放弦だけ覚える方法だったりとか、3フレットまでをこう、なんていうんですかね、覚えてくれるような手順ですね。今回の楽譜よりもっと簡単なものだったりとか、実際に譜面を読んでいくだけではなく、ここら辺とかにこう出してね、この音何ですかみたいな感じで、クイズ形式で最初の方やってます。で、僕はですね、実際この対面で教えてる人っていうのは、まあ、全員、まあ、もちろんね、途中でね、挫折しちゃった人っていうのももちろんね、残念ですし、力、及ばずでね、申し訳なかったんですけど、もちろんね、100人が100人、まあ、300人以上教えてると思うんですけど、全員が全員ね、うまいこと言ったというわけではないんですけども、けどね、ほとんどの方が、まあ、タブ譜じゃなくてですね、変音記号を読んだりとか、コード譜を読んだりとか、なんだったらジャズをバリバリ弾けるようになったら、アドリブ弾いてる人とかも結構な数います。で、もちろんタブ譜っていうのは一人も使わずにやっています。なので、個人的にね、対面であれば、コツコツ続けていただけさえすれば、確実に力になれるような、かなりの高確率で、身につく方法っていうのは、あるんですけども、ただその動画をやり始めた時にね、やっぱりその動画内でね、こう直接話すだけでね、相手のそのやってるね、皆さんの技術だったりとか陥っているところ、困難なところとかね、持ってるトラブルとかっていうのはわからないので、どうやってしていったら、習得していただけるかなっていうのをだいぶそのアップする前に考えてあります。なので、それでその一つとして思い立ったのが、ここに出してクイズ形式でやっていくみたいな方法を考えて、ものすごい動画のね、アップしている初期段階の方でたくさんやってますので、最近はまああんまやってないですけども、もしよかったらそちらのね、今先のリストから順番に見ていっていただくと結構あると思うのでやってみてください。で、もしね、長いこと見られてる方でもね、またちょっと音不安だなとか思った人、もしくは今日のリーディングエクササイズね、そんな難しくないんですけど、ちょっと練習してパッと弾けなかったよっていう人はね、もしよかったらそっちのね、動画とかも立ち戻って、クイズ形式でやってもらえると嬉しいなと思います。多分すごく簡単だと思うので、やったことある人は。
なんていうか練習って辛いものばっかじゃなくてね、パパッとできた喜びみたいなのも大事だと思いますので、もしよかったらね、そちら辺とかも立ち戻って見てみてください。そうするとね、またね、再生数が伸びるので、僕としては嬉しいなと思いますのでね、よろしくお願いします。まあ、そんな感じで今までたくさん話をしてきたんですけども、まあ、その上で、まあ、実際譜面を読んでいただいて、この音の位置関係を把握していくというふうな感じのところまで現在来ています。で、今日はそのリーディングエクササイズシャープ2の4というふうなことで、先ほど話したような感じで取り上げていくんですけども、ちょっとそれを具体的に出してみたいなと思います。ほい。出てきました。僕をね、だいぶちっちゃくして、大きくやってると思うんですけど、今回の譜面はですね、僕ここにね、それを PDF でコピーして、目の前に置いてあるんですけども、だいぶ前に作ったんでね、今日はほぼ初見でやっていくんですけども、2、4、ロー、ハと10段あるので、4小節の10段ってことなので、40小節のものになってます。なので、40小節なんですけど、ちょっと全部出ないので、多分4段か2段かわかんないですけど、まあ、うまいこと出るように出してると思います。上の方だと思いますけども。で、これをね、やっていく上で、途中で切り替えて、見やすいように一応全部見れるようにはしていこうかと思ってます。で、まず見ていただきたいんですけど、今回、まあ、冒頭の部分だけ出てると思うんですけど、後半の部分っていうのもそんなに、難易度としては、そんなにというかまだ、まあ、ほとんど変わんないです。で、まず、このリーディングエクササイズっていうもの、まあ、その参考にしている本っていうのがあるんですけども、まあ、その本っていうのがね、やっぱりその、まあ、クラシックの本なんですけども、すごいボリュームなんですよね。で、教えてる人の中には、その、独譜しっかりやりたいよということで、その本をね、取り上げてバリバリやってる方もいるんですけども、やっぱりね、その、この変音記号を読んでいくだけというのが、練習の主軸ではないわけですよね。皆さんね、こう、タブ使ってる人も、そのまま読んでたりとかって、そのまま書いてあるベースライン弾いたりとか、もしくはね、こういう平音記号だったりすると、吹奏楽とかの人とかはそういう風なのを読んでるかもわかんないですけど、そういう風なものっていうのは、まあ一つのね、まあ、タブ譜よりも平音記号の方が情報量としてはより音楽的なので、まだ、だいぶいいと思うんですけど、やっぱ書いてあるものを、その平音記号だけ読んでやるというのは、やっぱポピュラーミュージックの真髄ではないわけですよね。やっぱコードという風なものを意識してやっていけれるというのがやっぱ一番いいので、コードという風なものを、まあ読んでいっていただきたいんですけども、まあ、やっぱりこの変音記号を読んでいく上で、そのコードを弾いていく上にでもですね、やっぱこの音の一番の音の関係っていうのは、やっぱり分かってた方が、というか、まあ、パパッと分かった方がいいわけなので、やっぱこういう独譜をたくさんやると、やっぱその辺が強くはなっていくわけですよね。ただ、その独譜の練習ばっかりやってしまって、コード譜で読んでいくだったりとか、リズムの、より難しいリズムの練習をするとか、なんだったら皆さんやりたい曲あると思うので、実際そういう曲にトライできないっていうのは、まあ本末転倒なわけですよね。なので、できればこういった平音記号のものっていうのは、まあ、全くやらないよりかは多少やっていった方がいいかなとは思うんですけど、こればっかりやるのもちょっと僕としては、まあ残念ですし、もったいないなと。もちろんね、この変音記号を読むのが楽しくて、それが趣味なんだっていう人は別にもちろんそれでいいと思うんですけども。なので、ちょこちょこね、こう取り上げていくような感じで、抜粋してね、補助としてやってもらえるといいなとは僕は思ってるんですけども、その中でですね、やっぱその元になってるクラシックの本とかだと、すごいボリュームなわけですよね。なので、まあ、それをやってもらったらもちろんいいんですけど、今さっき言ったように、それが主軸になるのはちょっと本末転倒になっちゃうので、その中から抜粋して、ちょっと改良をしたりとかして、あとはですね、そのレベルに分けて、例えばリズムがより簡単なものだったりとか、音の幅がより狭いものだったりとか、そういう風なものを考えて、作っているのが、この僕のリーディングエクササイズという教材でございます。で、もしよかったらね、シャープ1とね、今回シャープ1とシャープ2と下乗っけとくので、もしよかったらね、買ってみてください。で、まあ、それを実際読んでいくんですけども、まあ、今回、この、その、譜面を作るにあたって、どういうところに注意したのか、で、もしくはどういうところを注意して練習してもらったらいいのか、というような話をしますと、まあ、これ具体的に、まずちょっとね、出てもらっているものを見ていただくとわかると思うんですけど、白い玉に棒が振ってあるもの、これを二分音符と言いますけども、二分音符とその横、黒い玉に棒がついているもの、これ四分音符と言いますけど、これのものだけでできてます。今回のものは全音符も入ってないです。もう一個ちっちゃい単位のね、一小節、四拍分弾くという、全音符というものもあったりしますし、もしかして四分の三というものも取り上げたことあるかもわかんないですね。ただ、その音符のものっていうのが、確かこのシャープ2の一番最後の6番だけ、八分音符がちょっと入ってたりしますけど、比較的リズムが簡単なものになってます。やっぱり大概の曲って、この音もわかんない、そして、
リズムも難しいということで、やっぱり皆さんね結構大変な思いを最初すると思うんですよ。なのでまずはその今回だと音を覚えようというところにスポットを置きたいわけなので、リズムをすごく簡単にしてます。でもちろんリズムはすごく簡単なんですけども、やっぱり今さっきね最初に話したように、今回もメトロノームを使ってやっていくんですけども、簡単なリズムだけどしっかりメトロノームに合わせていく、音を伸ばしていくということを意識を持っていくことによってリズムも良くなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。そして、まあ、今回はねたまたま見ていただきたいのが、こう見てみると平音記号の横っちょにフラットが2つついてます。でフラットの調合みたいなの見分け方のやつも上に上げておきますね。これは何かというと B フラットメジャーキーというものになってます。で、この調合を見たら、まあ、キーがわかるというのは、まあ、上のところに出しといたんで、それ、見ていただきたいんですけども、今回読んでいくポイントとなるのは、このフラット、まあ、具体的に言うと B と E のところにフラットがついてるんですけども、このフラットがついているところ、B と E のところは、どのオクターブ域も、全部フラットがつきますよ、というふうなものになってます。そして今回は臨時記号がついてないので、まあ、具体的には B フラットのドレミファソラシドの中で、まあ、全部が成り立ってるんだというふうな感じでやってます。で、ね、あんまり臨時記号がたくさんついてると難しいかなと思うので、その辺とかも配慮して作ってます。で、まあ、この後具体的に読んでいくんですけども、やっぱりね、一番フォーカスしたものってのは今すぐ言ったことですね。リズムを簡素化して、音を覚える方、音を読んでいく方に特化してるっていう感じになってます。そして注意点はですね、この、具体的に例えば B フラット、一番最初の音 B フラットなんですけど、いろんなところがあります。まあ、今回だと2箇所かな。ここのとこと、ここのとこにあります。で、こういうふうなものを、まあね、最初に、一番最初に挙げた、この、音を覚えるシリーズのところから見ていただいて、またね、不慣れな人は、音を覚えてもらって、なんとなくできそうになったなと思ったら、シャープ1から順番にやっててもらうと、平音記号とか、あとそれから指板の音を覚えていくのにも、力になれるんじゃないかなと。より明るくなれるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、もしよかったらね、その辺ね、うまいことこのリーディングエクササイズやったってください。で、やっぱ基盤はね、今さっき言ったように、リズム練習だったり、今話が途中になってる、コード譜で読んでいく方法だったりとか、もしくはね、ご自身が好きな曲、もしくはジャズ好きな人とスタンダードの方法だったりとか、いろいろやってもらいたいわけですよね。で、その上で、まあ、こういうリーディングエクササイズはたまに補助としてやっていただけると、まあ、効果があるんじゃないかなというふうに思ってます。で、ここからね、最後に、1回だけ、違うテンポ、2種類しようかな、やって終わりにしようかなと思ってますので、もしよかったらね、楽器、持ってる方は、楽器持っていただいて、初見で弾けれそうかなと思う人は弾いていってみてください。で、初見で難しいな、練習したいなという人は、もちろん動画をストップして練習していただくのもよろしいし、もしよかったら下から譜面買っていただいて、練習していただくのもいいかなと思います。まあ、その辺はね、ご自身の考え方でやっていただいたらいいと思いますので、何卒うまいことを活用していただけたらなと思います。じゃあ最後に、このリーディングエクササイズシャープ2の4番、2個のリズムでやって終わりにしたいなと思います。ベース。はい、どうもです。ではね、ここからはね、楽曲具体的に弾いていこうかと思います。まあ、もうそのまま続けてね、2個のリズムやって終わりにしたいなと思ってます。で、まあ最後にね、ちょっと話して終わりにしようと思います。ではですね、譜面だけでまた上に出しますね。ほい。出てきました。何らかの形で見えやすいように出してると思います。で、実際に弾いていくんですけど、上の譜面は途中で変わっていくという流れでやっていこうかと思います。今回はテンポ100、メトロノームに合わせてやっていこうかと思います。これは、1小節に4つなっているものとして、弾いていきますね。では、やっていこうかと思います。で、今さっき言ったように場所がね、いろいろあるので、まあ、いろいろな方法で考えてやっていきますけども、僕が弾いているところじゃないと正解というわけではないので、同じ音さえなってれば大丈夫ですので、動画の音とね、ご自身が弾いた音っていうのが間違えてないかっていうのだけ、変な音が鳴ってないかっていうのだけ確認していただけたら場所は大丈夫ですので、そんな感じで取り組んでみてください。で、苦手なところもね、いっぱいやってあげてくださいね。じゃあやってみます。1, 2, 3, 4。
感じになりますね。ではもう一個の店舗をやって終わりにしようかと思います。120ぐらいにしましょうかね。じゃあ行きたいなと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォでした。ありがとうございました。どうだったでしょうかね。今回は B フラットメジャーキーということで、ポジションもね、比較的ローポジションだけで、できるようなものだったんですけども、まあ、初見でやるのはね、そこそこ難しいんじゃないかなというふうにも思います。もしね、初見でパッとできた人はね、まあ、すごくいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、できなかったっていう人はね、もしよかったら、具体的に向き合ってちょっと練習してみてあげてください。まあ、そんな感じでね、今日はこれにて終わりにしようかなというふうに思ってます。もしね、今日初めて見られた方いらっしゃいましたら、まあ、今日はね、たまたま平音記号を読んでいくというふうなものでしたけども、普段ですと、コード譜から具体的にベースラインをどうやって弾くかとか、かっこいいベースラインなんかを取り上げたりする回とかもあったりします。で、あとはリズム練習の具体的な方法、それから、音楽理論、使える音楽理論ですね、頭でっかちにならない、実際具体的に使えれるような音楽理論とかっていう話も、たくさんしております。なので、もし今日初めて見られた方、楽しかったなと思っていただいた方は、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日もね、いつも見ていただいている方、本当にありがとうございます。楽しかったなとか、ためになったなとか、思っていただけた方、何卒グッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで、今日はこれにて終わりにしようかと思います。基礎練習のね、ちょっと回に戻る前に、もうちょっと違うものを取り上げていこうかなというふうにも思っております。まあ、そんな感じで今日はこれにて終わりにしたいなと思います。ではまた皆さん、またです。ありがとうございます。